どうも、たくみです。今回もドリンクの動画上げていくんですけど、今回は縦巻きアートっていう商品ですね。以前カフェ巻きアートっていうこのちっちゃいエスプレッソカップにエスプレッソにちょっとだけミルク入れたカフェマキアートの動画を上げたんですけど、それの、逆っていうとちょっと違うんですけど、カフェマキアートはエスプレッソに牛乳でシミをつけるんですけど、ラテマキアートは逆に牛乳にエスプレッソでシミをつけるものですね。ここら辺にまた説明が書くんですけど、サイズは逆に普通のカップよりちょっと大きいですね。で、この今回はこの透明な耐熱グラスで作るんですけど、牛乳にコーヒーのシミがつくんですけど、普通のカフェラテとかカプチーノとかコーヒーに牛乳を注いで、アートとかすると思うんですけど、一口目がやっぱ周りが茶色いんでコーヒーの味がするんですよね。当たり前なんですけど、でラテマキアと逆で周りが全部白くてコーヒーのシミがちょっとついてるだけなので、一口目結構コーヒーっていうよりかは結構牛乳感がすごく強くて、ちょっとコーヒー苦手っていう人にはちょっと飲みやすい感じのドリンクになっていると思います。で、温度が少しぬるいんですよね、他のカフェラテカプチーノに比べて。で、ほんとイタリアではもっと大きいグラスに作るんですけど、日本ではこういうサイズ、普通のサイズよりちょっと気持ち大きいぐらいのものを作ることが多いですかね。そんな感じですかね。入ってるものは牛乳とエスプレッソだけなので大差ないんですけど、やっぱり一口目の飲んだ感じとか、温度も少し低いんで結構ごくごく飲めるっちゃ飲める感じのドリンクですね。やってるお店あんまないんですけど、もしこうカフェとか行ってメニューにラテマキアートがあったら、もしよければ挑戦してみてください。味は全然普通に美味しいんで、感じですね。じゃあやっていきましょう。